知られざる海の魅力を発見。みんなの青色。灯台が存在してながら灯台がどういう物語を持っているのか、どのような苦労の本当にできてきたのかということを地元の若い人たちが本当知らない。灯台が日本全国におよそ3000基あるのを知っていましたか？海の道しるべとして活用されてきた灯台。しかし灯台を訪れる人の多くが10年に一度以下なんです。そこで灯台への関心を高め訪問する人を増やそうと、日本財団と海上保安庁は海と灯台ウィークを制定。11月1日から全国36カ所で関連イベントが開催され、大学や声優事務所と連携し全国の灯台をキャラクター化するプロジェクト、明かりの森人も始まりました。さらに2021年からは海と灯台プロジェクトがスタート。各地の灯台を生かして地域創生を進める取り組みです。その先駆けがこちらの北海道江差町でのマリンピングフェス。町のシンボルカモメ島灯台でのキャンプ体験を中心に様々なイベントが開催されました。親子連れの方々12人、3組12人の方にご参加をいただいて体験をしていただきました。都会では味わえないホッケを釣ったり、カレーを釣ったり、あるいはですね、電線のない空の下でタコ揚げをしたりですね、のびのびとできる環境が揃っているので、子どもさんたちにもたくさんこういう自然体験を味わっていただきたいなというふうに感じています。海はいつもみんなのそばに。海と日本。